およそ100万本のコスモスが見頃を迎えているのは、南阿蘇村の道の駅、阿蘇坊の里くぎのです。雄大な自然の中で季節の花を楽しんでもらおうと、道の駅が去年から花を植え始めました。今年は9月に入っても高温が続いたことから、種をまいても発芽せず、種をまき直すなど苦労も多かった上、今週の雨風で一部が倒れてしまいました。それでもコスモスは阿蘇の雄大な山々をバックに綺麗な花を咲かせ、訪れた人たちは朝から写真を撮ったり散策したりしてのんびりと楽しんでいました。またコスモスの隣ではおよそ700株のコキアも赤く色づいていて、いずれも今月いっぱいが見頃だということです。